ボトムに着底した時にですね、このような立ち姿勢で立ってくれると。はい、こちらがですね2014年に、発売予定の、黒鯛用のボトム用のルアーですねになります。で、まあ形の方を見ていただいたら、まあ、一応こういう形なんですけども、今結構多いのはラウンドのヘッドに、まあ、ラバーフックがついているようなタイプっていうのがかなり多いんですけども、はい、まあ、使い方用途は全くそれと同じになります、はいはい、ただ、まあこういう形状をしているのにも訳がありまして、まず下の部分ですね、このラウンドの部分には一応タングステンのボールが入っています。タングステン、はい、これが、まあまあ、ウェイトになりますね。でこのボ、上のボディ部分ですね、こちらに関しては空洞になってまして、こちらは浮力体になってます。はあ、はい、言われなきゃ分かんないですね。そうですね、なので、ボトムに着底した時にですね、このような立ち姿勢で立ってくれると。はい、まさにバイトを逃さない立ち方じゃないですか。そうなんですよ、はい、でフックが、こういう風に、後ろに向いて垂れてくれるので、上から噛みついてきた時にもバイトを逃すことなく確実にフックアップしてくれるというフックシステムを取ってます。なるほど、はい、であとですね、まあ、こうやってボトムからフックが浮いてくれることによって、あの根掛かりっていう部分もあのかなり激減しまして、浮力は持たせてありますんで、絶えず引いていれば立ってますので、このラウンド部分も根掛かりしにくく、1日使っていただいても本当に根掛かりが少ないので、はい、込み入ったストラクチャーに投げ込んでもらっても、はい、かなり安心して使ってもらえるんじゃないかなと思います。そうですよね、ラウンド形状のウェイトって、はい、なぜかスルッと抜けてくれるんですよね。そうですね。でさらにですけど、ここに、ライン合いがありまして、はいはい、はい、でまあこうやって引いてきてもらうんですけども、例えばですね、まあ、こうストラクチャーがあったとすると、はい、コンタクトしてテコの原理で必ずこう抜けてくるように、はい、設定されてますので、そういった部分でも根掛かりはかなり少ないです。あ、はい、下が重くて上が軽くて、はい、しかも前がそこだからテコの原理で前倒しになってくれるんだ、はい、そう、前倒しになって抜けてくるんですよね。あ、よく考えられてんな。はい、結構その黒鯛をボトムで狙った時にどうしてもまあカキ殻ですとかそういったところを狙うので、ルアーのロストっていうのはかなり多いので、まあ金銭的にもかなりきついんですけども、そういった部分で根掛かりがあのかなり少ないので、なおかつフックシステムですよね。フックシステムが、まあ、バイト逃さず確実にキャッチできるフックシステムを採用してますので、今まで取れなかった魚も確実に取ってくることができるんじゃないかなと思います。ありそうでここまでのものはないですね。そうですね、ないです。あ、これ楽しみですね、夏、はい、そうですね、うん、一応まあリリースも夏前ですね、5月6月頃を一応予定してますんで、来年の夏はこのルアーでバシバシチヌが釣れるんじゃないかなと思います。